はい、みんなこんにちは。40歳のセミリタイヤに向けて資産1000万円を貯めているクマです。4月1週目前半、今週も節約、投資、自分磨きなどなど頑張っていきたいと思います。それじゃあ早速スタート。月曜日、おはようございます。さあ、今日からついに4月だね。そして今の職場も残り10日間を残すのみとなりました。残り期間も無理せずやってこう。まずは朝一、大麦わからの 100% 青汁からスタートしていきます。相変わらずピッコロさんみたいな色してんねまずくない、もう一杯。お次は妻のお弁当作り。食パン切って、いちごジャム塗って、はい、完成。仕事へ行く妻を見送ったら動画の編集やっていきます。ちなみに今日からニットセーターをやめてベストに変えてさ、最近はすっかり暖かくなってきたからね、このままどんどん暖かくなって早く夏が来てほしいもんですわ。俺、1年の中では夏がダントツ好きなんだよね。暑ければ暑いほど元気が出るタイプですはい、仕事終了。途中で寄り道せずに腹を空かせた妻の元へ速攻で帰ります。帰りました、ただいま。じゃ、夜ご飯作っていきますか。今日は昨日の残りのトンテキと言ってもほんのちょっとしか残ってなくてさ、さすがにこれじゃ足りんから、卵やらウインナーやらで補充してくって感じね。ってわけでサクッと出来上がり、いただきます。うん、うまい。毎日お昼に全く同じ味付けの卵焼き食べてるけど、やっぱ出来たては全然違うね。めちゃくちゃ美味しい。でね、ご飯の後はだいぶ終盤に差し掛かってきたジョジョ第6部を見て、先週分の家計簿を入力して、で、今は明日明後日にある転職エージェントさんとの面談に向けて興味がある求人をいいねリストに入れてるとこ。こうやって自分で見て決めてリストに入れていくことで、自分の希望や条件を明確化していくって感じね。そしたらあとは寝るまでのあれやこれやして月曜日終了。ちなみに今日で仕事の引き継ぎもほぼほぼ終わってさ、残るメンバーにも迷惑かけることなく退職できそうだわ。立つ鳥後を濁さずでいきたいからね。よかったよかった。火曜日、おはようございます。本日の起床時間6時35分。今日は夜からエージェントさんとの面談がある日。それが終わったらいよいよ応募開始だね。いつも通りに大麦若葉の 100% 青汁を飲んで、俺のお弁当を作っていきます。白米に卵焼き、冷凍唐揚げ、冷凍コロッケ、はい、完成。発散してお目目も頭もバッチリ起こしたら、38歳男の肌ケアしていきます。化粧水、乳液、日焼け止めの3連コンボで今日も老化対策バッチリだぜその後は仕事用の服に着替えて、今は動画に入れるセリフを録音してるとこ。今日は3月度の生活費報告用のセリフだね。ちなみに3月の最終生活費は138,729円でした。何にいくらかかったのかっていう詳しい内訳は先日上げた動画で全部お見せしてるから、まだの人は見てもらえると嬉しいです。でね、昨日ニットセーターをやめたのに続いて、今日からは上着もコートからスーツに変えちゃいます。昨日も結局行きも帰りも暑くてコート脱いでたからね。もしかしたらちょいとまだ肌寒いかもしれんけど、寒すぎるってことはないだろうし。それじゃ仕事行ってきます。よっしゃ、今日も仕事終わりました。速攻で家に帰りました。ただいま。夜ご飯作っていきますか。今日は餃子、ちょっと変わった味のやつにしてみた。黒胡椒とニンニクとか、うまいとうまいを組み合わせてデラうまいに決まっとるがんね。めちゃくちゃ楽しみ。フライパンに餃子を敷いて蓋を閉めて蒸し焼きに。数分後蓋を開けたら、おこげができるまでしっかり焼いてね。で、こっからが一番大事なとこよ。さあ、綺麗にお皿に移せるのか。ちなみに今までの経験上、フライパンにこびりついて皮が破れる確率はほぼほぼ 100% です
お、いい感じに下側に滑り込めた。これ今回ワンチャン、やっぱりこびりついてるわ。いやでもまだ半分は綺麗に取れる可能性ある。せーの、はい。おー、羽めちゃくちゃいい感じにできてる。他のも綺麗に箸で整えていけば、じゃーん、出来上がり。どうどう、割といい感じじゃない。個人的には今までの綺麗に餃子焼けたランキングで1位2位を誇る綺麗さだわ。で、早速食べたいとこなんだけど、残念ながら面談の時間が迫ってる。妻には先に食べてもらってて、俺は面談終わった後に食べようと思います。ちなみに今回は電話での面談でした。電話で話しながらそれぞれのタブレットで同じものを見つつ、改めての自分の考えや希望を確認したり、これから進めていく応募や面接に対するアドバイスをもらったり。これが全部無料だってんだから本当ありがたいよね。きっと俺みたいな人と一日何件もウェブやら電話やらで面談もしてるだろうし、本当大変な仕事だと思うわ。感謝しかないね。そして面談終わった後は餃子食べて、さっきの面談でもらったアドバイスをもとに職務経歴書、自己 PR を最終変更したら火曜日も無事終了。今日もお疲れした。水曜日、おはようございます。今日は6時6分起き。いつもなら水曜が仕事休みなんだけど、今日はどうしても外せない会議があってさ、残念ながら出社です。寝癖直して、大麦若葉の 100% 青汁を、まずくない、もう一杯したら、妻が先に仕事に行くのをお見送りします。でね、無事にお見送りした後は久しぶりのニコ動ウォッチングタイム。今週は月火と面談やら職務経歴書の修正やら、あとは動画の編集もあってか、ニコ動やら YouTube やらののんびりダラダラタイムが全然取れんかったからさ、退職も近づいて暇になるかなと思ってたら、むしろ普段より忙しくなってるっていうね。でね、少しのんびりした後はいい求人が新しく出てきてないかをチェックして、興味があれば早速応募していきます。ちなみに月曜日にタンスにしまったニットセーターなんだけど、早速今日タンスから戻すことになりました。雨降ってるせいか今日寒くてさ、この時期は気温の乱高下が激しいし、何着るかも結構悩みどころよね。悩んだ末、結局今日はニットセーターにスーツっていう組み合わせで行くことにしました。そんじゃちょっくら仕事行ってきます。よっしゃ、仕事終わりました。今日はこの後昨日とは別のエージェントさんと面談があってさ、しかも昨日より10分早いスタートだから、ご飯作ってる時間もない感じね。ってわけでダッシュで家帰ります。オッケー、無事に間に合いました。それではよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。ふぅ、しゃあ、終わった。これでリクルートエージェントさん、ドゥーダさん、両方の面接も終わり。夜ご飯作っていきますか。今日は愛知県民大大大好きなきしめん。はい、完成、いただきます。まずはスープから。うまい。お出汁の味がたまらんわ。続いて麺もいっちゃいます。うまいね。このうどんとはまた一味違った食感、最高ですわ。でね、ご飯食べた後はさっきの面談でアドバイスいただいた点を職務経歴書に反映していきます。やっぱさ、自己 PR とか仕事で達成した実績、そこで得た経験とかって言葉や文字に表すのってなかなか難しいじゃん。それを言語化してアドバイスくれるってのはありがたいね。もらったアドバイスを忘れないうちに今日中に仕上げちゃいたいと思います。まあ実はこの後うだうだ悩んじゃって、結局完成まで2時間かかったんだけどね。はい、というわけで4月1週目前半、俺の生活はこんな感じでした。ここまで見てくれたみんな、ほん
当ありがとね。こんな感じで資産1000万円を貯めるまでの道のりを動画にして投稿してるから、もしよかったらチャンネル登録と動画への感想コメントもらえると嬉しいです。楽しみに待ってます。それじゃあ今回はここまで。また次回ね。バイバイ。